イギリス鉄道458系電車は1998年から2002年にかけて製造されたイギリスの直流型電車である。アルストム社のコラディアのイギリス向けシリーズコラディアジュニパーの一員として導入された。ジュニパーには他に334型と460型が導入された。1990年代後半。 未だに411系のような旧型電車が多数残っていたロンドン近郊第3機場区間の近代化のためにサウスウエストトレインズがアルストム社に対して発注したのが458系である4両編成30編成の120両が発注された1998年に最初の編成が落成し納入されたが当時の線路管理会社から 新車運行許可が降りるのに時間を要し、営業運転が始まったのは2000年に入ってからだった。車両管理会社ポーターブルック社からサウスウエストへのリースという形を取った。車体は20メートル旧車体に片側に扉、両先頭車が半室一頭車で、それ以外はすべて二頭車という構成になっていた。二頭は三プラス二列、一頭は二プラス二列の クロスシートを採用した。4両のうち2両目のみが付随車で、この車両には車椅子スペースが設けられていた。運用最高速度は時速1 6 0トルとされていた。営業運転が始まって、すぐ458型は深刻な不具合に悩まされた。製造上の品質管理に問題があり、屋根の雨漏りから電気機器の故障まで様々な問題が頻発した。 また、連結部分は、半永久結合として、設計、製造されていたので、増解決をしようとすると作業に30分を要したが、運行する、サウスウエストは頻繁な増解決を望んでいた。さらに運行プログラムや、空調設備が正常に動作しない問題なども起こった。各種の問題は徐々に改善され、2002年頃には、運用される編成も増えてきたものの、 サウスウエストは長引く回収にびれを切らし、シーメンス社、デジロシリーズを450軽電車として2001年に発注していた。450型が2003年から営業運転に投入されると458型は、ほとんどの運用から外れ、ポーターブルック車に返却され回収工事や機器の交換を受けながら保管されることになった。2005年9月には、第一編成と、 第2編成を併結してガトウィックエクスプレスに投入したが信頼性の低さから年末までには運用から外された2006年には列車バリアフリー法基準の適用免除措置が期限切れとなり営業運転に使うには車内構造を改良することが必要となった2007年には改良を行った編成が運用に復帰したが 2010年までの完全な基準適合を求められ、2008年から順次、全編成が改装を行った。2012年年末には故障発生までの平均時間が17万時間を超えるなど、この頃には信頼性の懸念は払拭されていた。この頃、乗客数の増加によって4連では輸送力に不足が生じてきた。そこで458型を5連に増車することにしたが、 車両の心臓ではなく、既存車の組み替えで対応された。2012年当時、ガトウィックエクスプレス運用から外れて保管されていた460系の8連8編成、計64両があった。これを組み替えて5連6本30両とし、余った中間付随車30両を458系30、編成に1両ずつ組み込んで、全36編成を5両編成化しようという、 ものであった。460型は全面非貫通だったが4 5 8系の貫通型全面に改装され、全車両が458型に改板統合された。この5両編成化した458型は458号型と呼ばれ、未回収458型は区別のために 458A 型となった。また車内も改装され、 全車二等車モノクラスとなった代わりに全座席が2プラス2列のクロスシートとなり、立席収容人数も増えた。また、最高速度も、機器のオーバーヒートを防ぐために引き下げられ、時速 120km となった。改装は、ドンカスターのワブテックとラフバラーのブラッシュトラクションによって行われた。485? 5型は2013年10月に引き渡され、翌年3月から営業運転に入った。2016年3月に最後の編成がサウスウエストに引き渡され、全36編成が運用に入った。2020年現在、485、5型は主にウォータール・ーレディング線とウィンザー線をはじめとする、支線軍に5両編成もしくは日本平徹の10両編成で、 運用されている。2017年8月にサウスウエストからサウスウエスタンレールウェイが営業権を引き継いだ。458-5型は全車が新会社に引き継がれたが、後に SWR はボンバルディア・アベントラシリーズを元にした新型車両701系の導入と458-5系の置き換えを公表した。2020年12月から 営業運転が開始され、順次置き換えていくとされる。ただし701系の第一次発注は90両にとどまったため、しばらくは残存すると思われる。ありがとうございます。